今から12月25日に葵のメッセージを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。はい、おふみありがとうございます。なんかね、割とね、葵よく私服で赤を着るんですよ。だからね、すごい赤ニットでもあんまり着たことなくて、で赤ニット着れたんですごくね嬉しかったですでね、この赤ニットにはちょっとクリスマスニットっていう感じのタイトルだったじゃないですか。クリスマスニット着ますみたいな。そうで、なんかこの胸元にサンタさんがいるんですけど、サンタさんの周りになんかクリスマスファザーとか言って、それがちょっと面白すぎて届いた時にね、一番ね笑いましたそこに、そうなんかね、ネットチェキでも多分わかるぐらいの大きさで写ってると思うので、また届いたら見てみてくださいありがとうございます。はい、そして次いきます。かなちゃんありがとうございます。すごいね、キュルンキュルンの髪型してみました。なんか髪型も相まって、そう、まあニットも相まってなんか可愛い感じになったのでそう、またね、可愛いなって思ってもらえたら嬉しいなと思って、ちょっとキュルンキュルンのチェキにしてみました。また届くの楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そして次いきます。ユッキーありがとうございます。ちょっとね、このチェキを撮ったスタジオっていうのかな、なんかそのレンタルスペースみたいなところがあるんですけど、そこにね、なんかウィーが置いてて、そう、葵昔めちゃくちゃねウィーしてたんですよ、お家で。そう葵はよくねぷよぷよしてたんですけど、そうウィーが懐かしすぎて、嬉しくて、コントローラーを持ちながらちょっとチェキ撮ってますそうそう、でね、葵の家にあったのもピンクだったんですけど、ここにあったのもピンクやったんで、そうお揃いやと思いながら勝手にルンルンしてましたまたね、届くの楽しみに待ってもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次いきます。りょうまくんありがとうございます。なんかリクエストが多分寒いから温まろうみたいな感じのリクエストだったと思うんですけど、なんかそう、寒い時ってやっぱあったかいの飲むじゃないですか。でそのあったかいのを持って温まってるよっていう感じのチェキにしました。そうでね、オレンジって結構なんかあったかい感じの色になるじゃないですか。そうなんか見てるとあったかくなるっていうか、なんかまあね、そうカイロとかオレンジじゃないですかそうなんかね、オレンジでポカポカって書いてるので、きっとこのチェキを見たらヨマくんも寒くなくあったかく過ごせるんじゃないかなって思います。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そして次いきます。パソくんありがとうございます。2枚買ってくれてるので ありがとうございます。1枚目はちょっとめちゃくちゃキュルンって感じのポーズにしてるんですけど、2枚目がなんかウィーリモコンがね、このここにあったんで、ちょっとめちゃくちゃ頑張って勉強じゃないゲームしてる感じのポーズにしました。そうぷよぷよがね割と好きで、ほんまにずっともうぷよぷよしかしんってぐらいぷよぷよばっかりしてたんですけど、でもマリオカートとかはね好きだったんですけど、なんかマリオカートすると体こんなうねうねしちゃうタイプの人とかちょっと邪魔なんですよそうだからぷよぷよおとなしくね割としてました。2枚とも楽しみに待っててもらえたら嬉しいです。いつもありがとう。はい、そしてラストいきます。もときありがとうございます。ハートにしました。そうハートといっても何種類もあるじゃないですか。なんかこれもあるし、これもあるし、これもあるしみたいなこれにしましたんで、またね楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。割とね赤ニットのチェキね個人的に気に入ってて、いい感じになったんじゃないかなと思ってね、そうお気に入りの感じになってるなと思ったので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。めちゃくちゃね落書きもねいい感じにねいったと思うので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクストルー。